シャネベそしてくれた人がいるやべるべてシャネベそしてくれた人がいるやべるべてシャネベそんなことがやっぞやっけやっべやるしかねえべそんすべそんな気力あっけあっぜあっぞなんじゃやるしかねえは生きるカモユーゾーの優しい独り言はい始まりましたカモユーゾーの優しい独り言皆さんこんばんは、今夜はですねあの炙ってる俺カモめっちゃねあの大騒ぎですけどあのありがたい宝遊館で紹介していいですかここは宝遊館という場所からですね今日はお花見のお誘い受けましてですね今日はここから配信ということで、もう勝手にやっちゃいますイエーイ、はい、よイエーイイエーイよおーユーゾーなんだかわかんないけどもうねすっごい大勢いますけどあのまずはね今日のメールテーマお花見あのね皆さんおおメールが来るのかこれねメールが来るのか視聴者の皆さんはわかんないかもしれないけどこのカメラの向こうには大きいスクリーンがあってそこに今生配信がちゃんと流れておりますのでこれはなんかいいねテンション上がってくるね、ねぜひ皆さんお花見でいろんな思い出だとかお花見の楽しみ方とかですねメッセージを送っていただきたいと思いますはーい、メールの送り方はこれから流れてきましたはいはいナスアンダーバーウェーブアットマークヤフードットシーオードットジェーピーイエーイイエーイねもう一回やるもう一回やるもう一回やろうもう一回やろうもう一回やろうメールの送り方ねメールの送り方メールアドレスねあそうそうナスアンダーバーメールテーマお花見でお花見はいで、メールの送り方は、メールアドレス今下に流れてきますのでナスアンダーバーウェーブアットマークヤフードットシーオードット JP はいまあそんなわけでねこんな流れで始まりましたはいもうねまずは誰がいるのかっていうのを紹介しないといけないかなと思うんですよ向いてるかもしれないなみんなねもうね今日見てる人はレアですよこれもうプロのアーティストがいますからもう今日の主役ですからね大須賀秀樹さん、うん、はいありがとうございます大須賀秀樹と申しますはいよろしくお願いしますイエーイよろしくお願いします簡単に説明しますえいいですか後でで簡単でも難しくてもどっちでもいいですけど、はいはい、もうねデュークエイシスといえばねもうあのやっと出ていただいたっていう感じですけども焦がれたはいあの後でゆっくりと大須賀さんの曲はたっぷり流そうと思いますので、はい、楽しみにしていてください皆さんはい、はい、そしてごめんなさい僕お名前をはっきりと覚えてないですね下橋恵子さんはい下橋恵子さん下橋恵子さんすごいすごいすごいここ、インターナショナルなアーティストですから、はい今日はヒョウ柄じゃないキリンキリンキリンヒョウじゃないキリン今日はキリンって持ってるんですセクシーセクシーキリンって持ってるんですけどイエーイありがとうございます今日もうガンガンあの皆さんどんどん絡んでいただいてねお花見ね梅じゃないよ桜で桜こう叶いそうですそして、はいあそうそうドクター音響ドクターという名の音響音響ここにあるけどね音響菊池ドクター、エコードクターですね。ドクター、いやまあまあまずはメインテーブルはこんなメンバーでお送りします。あの後ろにはいろんな人がいますけども、あのいろんな方後ろで始まると思いますけどね。はい、ギャラリーはいっぱいいますけどね。あのこれね、あの後で YouTube に残りますからね、皆さんね。はい、まあそんなメンバーでお送りしていきたいと思います。はい。はい。でも何にもあの流れは決まっておりませんので、うん、今日はまあテーマはお花見ですから、ね、もう楽しく喋っていこうじゃないかと思いますはい、まあ、まずはねお花見の話をする前に、うん、僕ねちょっとこの週末ですねお花見から行ける、ちょっと仙台行ってきたんですよおもう僕のお土産は全てなくなりましたけれどもあの、ずんだここのとこずっと旅をしてまして、はい仙台行ってきましたおあ違う君っちょさ俺の車行ってさ何何車の中に開いてんの開いてる、うん、
あのね、オレンジの袋が後ろに乗ってるの、うん、持ってきてもらってもいいかな、はい、どこにその辺止まってるの、ね、向こうのトラックの横に止まってる、え、あれまだあるの、まだあるんですか、はい、まだあるんですか、あのさっきの、ね、僕いただいたんですけど美味しかった、はい、あれはもうないんですけど、あれはもうないの、違うのが、はい、違うのがあるんです、え、実はあのせっかくなんで僕旅してきたんで、はい、視聴者プレゼントをやろうと思ってお土産買ってきてるんです、おお、ずっとプレゼント、この番組ってそんなこともできるの、そんなこともできるんです、いやそしたら次はあの、はい、私もそれをご用意します、あ、ぜひぜひ、知らなかったんで、僕もね、ぜひね、この手作りの切り干し大根を、ね、皆さんにほら、でももう7月28日決まってますからね、はいはい、7月28日は木曜日だけど、2チャンネル同時配信でおやっちゃおうかなと思ってるんです、おどうやるんだ、はい、おすごい、2チャンネルは今ですね、那須塩原には2大ネットラジオ放送局なんですよ、おまあうちが一番です、おナスアンダーバーウェブ、それ言うと後でいろんな苦情が来るんですけど、ナスウェブ、ウェブ、はい、うちのネットラジオ放送局ナスウェブとですね、レディオアクアスっていうチャンネルがあるんですよ、そこを同時にチャンネル配信っていうのを7月28日にやります、おー、はい、へー、はい、それはここでのもうライブから全部配信しちゃおうと思ってますので、素晴らしい、ね、もうね、あの映ってないけどユダさんっていうここの代表者がいるんです、そっちにね、でユダさん OK だからやっちゃいますから、やっちゃいやっちゃい、ね、ぜひ皆さんに見てほしい、ずんだ倍増だよ、ずんだ倍増、ずんだ倍増、ずんだ倍増、ずんだ日はね、ずんだ倍、でも俺は鴨雄三だからオレンジが来ましたよ、あ、これこれこれ、なんかこれ、あのね、だから先週、うん、この間、あの、うん、お土産をね、うん、あの視聴者にプレゼントしようと思って、はい、あの準備してたんですよ、視聴者プレゼント、そうそう、うん、あの実は僕あの、はい、週末は仙台に行ってたんですけど、その前の週は、うん、福岡の方に、うん、九州の方に行ってたんですよ、うん、でそこであ、これ食べてみてください、よかったら、うん、おーこれお博多だ、はい、これ博多ブラック国、はい、ブラック20これはかせんべい、にわかせんべいって読むんです、実はあーにわかだ、これは大丈夫です、これあのあれだよね、このなんかお面だよね、こうそうです、これこれです、あーこれだ、あーこれです、これが今回僕があの買ってきた視聴者プレゼントとして用意しました、これすごいです、真っ黒いクッキーが入ってる、はい、佐賀橋さん食べる、ちょっと食べてみてください、どんな味か食べていいですか、食べてみてください、どっからあげる、はい、これ何、これもこうやって遊べるんです、ドクター行ってみる、これ、あ、これクッキーですか、はい、何これ、あ、え、何これ、どうですか、食べてみてください、まちょっと、はいはい、うん、はい、じゃあいただきます大塚さん、キャラ壊してきましょう、さすが今日はさすがテレビを分かってる、分かってますね、大塚さんはテレビ分かってる俺普通に食っちゃった、どうどう、うん、おいしい、いただきます、美味しいですか、うんうん、かわらせんべいの、本当のかわらせんべい、これを何名にあげようかなと思ってるんですよ、あのこんなこんなに買ってきてるんで、すごい、そうで、これバラして一箱ずつ送ろうと思ってるんで、はいはいはい、でだからこれ初めにこの番組中にだけメッセージ送った人にだけあげようと思ってる、そう、お花見ね、お花見のテーマでメッセージ送っていただいて、お悩みで、その上でちゃんと住所とかあの電話番号とか書いてきてくれた人にお送りします、ぜひですね、あの今日お花見のテーマでメッセージ、そして住所、そこに届くんですか、電話番号を送っていただいた方に仕事中に個人のメール見てるの、仕事のメールだよ、でも仕事のメール来てるの、勝手に喋りすぎ、違うんだよこれ、小分けして9個ありますから、9個、うん、9名限定、おカモンさん質問、はいはいはい、あの今ね、あの、はい、僕うちの、はいはい、うちの家族に、はい、
あの LINE したんですよ、はい、でこれから聞けって、はい、でうちの家族がこれ申し込んでもいいの、はい、いいですよ全然 OK、 そしたら僕住所分かるから、はいはい、そしたら僕住所に送りますから。本当にマジです。もうその前に俺がもらって帰ればいいそうですね、送んなくてもいい、はい、ただメッセージは送っていただかないと。だメッセージ送ればいい。ダメです。メッセージ送ってよーし、おーいくるみ、あくるみってうちの娘くるみメッセージ送れ。はい、くるみちゃんメッセージ待ってます。待ってます、くるみちゃん。はい、待ってるよ。ね、そんなわけで僕のあの九州お土産を、こう美味しい、今日はあの1時間の間に、ね、でもね、これがね、はい、あの6つかもしれないけど、はい、この中が3枚。そう、中に3枚。そうそう、お得。これで6人楽しめる。そうです。だからこれね、すごい、当たった人は家族で楽しめる。家族に楽しめる。今日に限っては大菅さんのサインでもつけてもらって楽しめる。僕、あ、昨日僕たまたま自分のサインが出来上がったんです。はい、昨日出来上がったの。何でやってんの。何の流れか分かんないですけど、はい、出来上がったんで、僕のサインもして送ります。じゃあ僕のサインも入れときます。はい、ああもうみんなでサインして送りましょう。じゃあみんなで黒マジックで書くから見えないだろ。見えない見えないまあそんなわけで今日は皆さんプレゼント企画やってますので、はい、ぜひねメッセージをお送りください。お待ちしております。はい、まあそんなわけでね始まりましたので、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、普段だとですね、僕らあの1週間何してたかみたいなくだらない話から始まるんですけど、はい、あのもう皆さんの活動から聞いていきたいなと思うんですよ。まあそうですね、はい、もうまあドクターから行こうか。ドクターから。ドクターから。ドクター。ドクター。これね、そう話しないといけないこといっぱいあると思うんですよ。いや、僕はね、うん、今日は切り干し大根の作り方についてお話ししたいと思う。今日ね、お花見をやってたわけですよ。うん、でね、これね、市役所の富山さんという方がね、うん、切り干し大根を作ってきてくれたの。これね、みりんが多すぎるの、富山さん。で、ね、富山さんのね、切り干し大根だけ余ってんの。5人ぐらい切り干し大根作ってくれたの。あ、まあまあ美味しいですよ。でも甘いんだっけ、富山さん。それまあまあ、ちょっとね、皆さんに話したいことは、実は僕は山ほどあるんですよ。ね、どうぞ。今医療業界は病院に行って診療を受けるっていうのがメインですけど、この先生はなんと皆さんのご自宅に行って診療するという事業を始めたんですよ。そういえばそうだ。そういえばそうですよ。それを話しないといけないと僕は思うんですよ。いやね、なんだ、なんだ騒ぎ。そうだから、もっとねこれから皆さんに知ってほしいのは在宅医療という言葉、うん、これをね覚えていただきたいと思うんです。わ、うん、かりました。ね、わかりました。ね、はい、あのね、うん、僕はね皆さんのお宅に行って、うん、切り干し大根の作り方を僕をお教えします、うん、はい、でもねそういう話から、はい、やっぱりね在宅医療って僕はね、はい、切り干し大根から在宅医療って始まると思ってるんですよ、うん、やっぱりでもまあそういうもんですよ。あのね、これ肉じゃがでも何でもいいですよ、うん、みりんが多いとかね、はい、そういう話から皆さんねお話ししていければと思ってます、はいはい、意外と真面目に仕事はしてます。そうそうそう、よろしくお願いいたします。はい、名前が、はい、診療所の名前、那須訪問診療所と言います。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この場所からこの場所から行ける範囲なら大体大体行きます、はい、ご自宅でね病院に行くの大変だとか、うんうん、で家に来て先生に見てもらいたいなっていう人は、うん、電話番号何番でしょう。0287-73-5049 こちらまでですね。こちらまで、はい、お問い合わせください。こんなんでよければね、気軽にご一歩ください。これご一歩です。ご一歩でいいですよ ね、 これじゃあ入れとこうか。違う、まあ、カモンさんはどうせ見てるって。今番号、電話番号今売ってます。ここから始まるんだもん。皆さんよろしくお願いします、まあ、そろそろ今から出てきます、はいはい、僕の患者さんはね大体僕がこういう人だって知ってますから ね、 ねびっくりしないと思うんですけど、うんうん、まあ、こんな感じです。この人ね、あれどこ行った、出た違う違う、今ね
分かった、あのね今何やってるかっていうと、はい、僕がここに、うん、ここの病院の電話番号を入力するんだけど、うん、ナンバーロックがどこか分かんないからこっちで打とうな。おい今画面の白いところ02873735049です。5049、はい、出た。これでテロップには流れております。はい、皆さんぜひですね、夏訪問診療所、いや皆さん、ね、毎度ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あのね、在宅のことがわからなかったらこの番号に電話してください。 そしたら菊池先生が優しく、菊池先生もしくは池田さんがね、あの可愛い女の子がいますので、池田さんが教えてくれますからね。朝10時過ぎに電話してくださいね。そこ重要です、ね、重要です。朝弱いですから僕。はい、そんな訪問診療所の菊池ドクターも今日は参加していただいております。そして下げ橋恵子さん、もうね名前ダメなのでもう酔っ払ってるから、ね、恵子さん、はい、下げ橋でいいんですね。下げ橋恵子さん、あ、これマイク、はい、はい、大丈夫です、バッチリ。下げ橋恵子です、はい、もうインターナショナルなもう大活躍をしている方でございます。はい、これ紹介してもいいですか。これどれ、あれ、あ、そう、ケイコさんの作品。時間あるんですか。大丈夫です。持つ人ここにいますから。こんな時間あるんですか。そう。はいはい。こんな時間あるんですか。大丈夫ですよ。これ、こっちで見て。こっちで。こう。はい。これはですね。テーマはお花見。はい、これは下げ橋恵子さんの尻尾焼きの作品なんですよね。はい。はい、これがあの下げ橋さんの詳しい説明ってできないんで、ゆださします、ご本人から。そう、ゆださん説明した方がいいよ。どんな時間あるんですか。そうそう、どんどん行きましょう。そうそう、下げ橋さんの魅力を知ってるのはゆださんですから。俺映ってんのかな。ゆださんね、あ、そうそう、そこだったら映ってる。それでは紹介します。はい、こんばんは。酔っ払ってます。はい、日本を代表する尻尾や焼きの大御所です。はい、世界はフランス、カナダ、タイ、上海、香港、日本、そしてこのクローズでやってます。はい、作品は素晴らしいですけども、ちょっと高い値段が値段が高い。そこに価値観があるわけです。そうだね、そこに価値観ある。高い、はい、でも素晴らしいです。素晴らしい作品でございます。はい、以上でございます。はい、皆さんありがとうございます。今喋っていただいたのがここの、ドンでございます。はい、ドンでございます。どうなんですか、下げ橋さんは作品のイメージとかっていうのはどういったところから生まれてくるんですか。はい、なるほど。見えないところを見えるわけですね。大須賀さんにしても、うん、見えない新春風景、風は見えないけどそれを歌う、素敵素敵、風、日本人なので空間を表したいと思っているので、はい、武将が基本ですが、はい、そこに風を表したいということで作品だと思います。それを分かってくれる方がいれば嬉しいです。はい、もう僕はよくわかります。風です、風ですよね。四季折々、はい、今日は冷たかったかな。こちらは例えばこの作品はこちらいつも飾られてますが、はいはい、こちらのテーマとしては、はい、やっぱり風がここにあるわけですね。風です。それと、うん、あの本金24金が焼き継ぎ付けするので、それは風と光のノウハウによって色が違うんですね。見えたり見えなかったり、だからそれが分かる人だけが分かってくださる。で、ギラさんがそれを感じてくれたんで、ギラさん今所有物にしてくださってお買い上げいただいたんですね。それが分からない方は、まあ、金は光によって明るいか明るくないかは、光がないときにときは見えないかもしれないんで、それの心に響くかどうかの
ということでですね、もちろん具象を作りますけども、はい、新象風景の、はい、通常2メートルぐらいの作ってますので、そんな大きいですか、はい、ですから分かってくださる方があれば嬉しいです、はい、僕あの尻尾焼きって小学生の頃に、はい、やったことあるんですけど、はいはい、2メートルのサイズを焼く、はい、そのあるんですか、その焼ける場所が、まあ、大きなものは窯で焼くものなので、はいはい、まあ、50センチとすると2メートルと50かける4なんですけども、はいはい、基本的にははい、1センチ、1センチのものが大きくなったということです。ですから、はい、何も知らない方が今作っていただいて、世界であなただけが作れるものが作れるわけです、はいはいはい、それで世界中に私は海外に行って教えて幸せ 2時間で幸せをあなたにあげるっていうことで幸せを感じてるんですね。でも今ふるさと、はい、ユダさんも含めて、はい、ここがあなたの本拠地でしょって言ってくださってるので、はい、もう世界中どこでもよろしいんですけども、はい、ここの中で幸せを与えることができたら嬉しいかな、はい、でも誰もが2時間の幸せで、はい、世界であなたしかないものができるんです。ですから私は2メートル5メートル何でもいいんですが、はいはい、最初に作られた1センチのものが基本です、はい、そこで一応指導者としていると1センチが2センチになって10センチになって、でも1センチでも幸せなものをあなたに与えることができますということを PR と現実として世界中を指導者として回ってますので、もちろん制作者としても。ですからこれはユダさんがこの金を感じてくれたと思うんで、ユダさんの感覚に私は今日尊敬をしてますので、自分の気持ちの中にこれを感じてくれるだけのことで、抽象的っていうのはそういうことだと思うんで、はい、そんなことです。自由に感じ取れるものですもんね、はいはいはい、好きとか嫌いとかも自由ですし、うん、自由ですよね、芸術が分かる分からないと全然関係ないんです、はい、その中に悲しいことがこの中に見える、はい、楽しいことがこの中に見える、 あとは太陽の幸せがこの中に見える、はい、それで十分です。あ、何も作者の意図は感じなくても、はい、よろしいかと思います。これを見た人がどう自分で感じ取るかっていうところを感じ取ってほしい、はいはいはい、これをまさに金に光を感じたユダさんっていうのはユダさんの感じ方であるということですね、はい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 、そうです。アーティスト、あ、やっぱり芸術って奥が深いですね。ね、いや、芸術はゼロですから、誰もが芸術家。あ、そうですか。僕もじゃあ芸術家になれますかね。そうです。誰もが、だって幼稚園生が一番素晴らしいですよ。そうなんですよね。だから誰もが芸術家。はい、で、幼稚園生から父が小学生になると絵が上手くなってしまうのはいけないか、はい、いいことか分かりませんけども、はい、幼稚園生、はい、1歳児2歳児が素晴らしい芸術家ということは、はい、誰もが芸術家で、はい、私はたまたまプロになれたんで嬉しいなと思ってます、はい、今度どうなんですか、ここで2時間の幸せを感じる会はできるんですか、はい、その2時間の幸せを、あ、もちろんもちろん、うん、ゆらさん、はい、してますよ。あ、やってるんですね。はいはいはい、あ、ただ、ゆらさんの時間と、はい、私、会が半分いってるんで、あ、そうですよね、なかなかあれだったんですけども、はい、ぜひ今度やるときに、はいはい、この番組からも、宣伝させてください、はい、で、やった方が本当に幸せを感じてくれて、はい、ここでもみんな幸せ感じてくれてますし、はい、海外、みんなが幸せ感じてくれてますが、尻尾でよかったなと思うんですよね。だから逆にこれって、はい、こういったアーティスト作、まあ、いろんなものが、はい、なんていうんですか、人のこうなんていうかな、もうここやり取りっていろいろ言葉とかあるんですけど、はい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 、言葉を超えてやり取りができるというのがここの良さですよね。ないです。世界共通です。もちろん英語とかいろんな言葉はできますけども、はい、バンコク共通の言葉はタイでもどこでもできません、はいはい、でも作ってみんなが幸せで、はい、その幸せ感を一緒に共有していることができる幸せをありがたいなと思ってます、はい、あ、なるほど、言葉はいりません、はい、ぜひね、こんな素敵な方がいるので、ぜひここでやる機会には
この番組で告知してぜひ参加していただく人も集めたいなと思います。はい、経費も安いです。はい。ユダさん関係も含めて。ユダさん関係含めて。はいはい、ユダさん関係に。作品は高いですけど、教えるのは、はいはい、私は、まあ、ボランティアっていうのは変なんですけど、はい、みんなが喜んでくれればっていうことでやってることなんで、はい、全然、本当に、はい、もうサンダル履いて、はい、ポケット持ってきてっていうことですから、はいはいはい、ぜひぜひじゃあその機会にはまたこの番組でもね、はい、取り上げさせていただきたいです。よろしくお願いします、はい、みんなで幸せを一緒に伝えてもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ね、あれこれだけになってるんですか先生。話します。あ、今さっきは、はい、すごいこれ。やっぱりあれですね。はい。個展も開いてるんですよね。大人だけだと大人ですよ、はい、言葉がね。はい。大人ですね。大人ですよ。そう。なんだね。大根の話しかしちゃダメ。何？違う、何も知らないから。あのホームページとかそういうのなんか持ってるの？はい。あ、持ってるんですね。下げ橋。下げ橋。アンダーバーウェーブ。絶対違う。絶対違う。下げ橋恵子さんで検索していただくと出てきますので、ぜひね皆さん調べてみてください。そして、はい、あのナスウェブは音楽結構中心にやってるんですよ。そんなわけで今日はなんとプロのアーティストデュークエイセスのメンバーから大須賀秀樹さんに来ていただいております。はい、こんばんは、大須賀秀樹です。こんばんは。はい、カモンさん、はいはい、ここに、はい、なんかコメント寄せるやり方もう一回言ってください。はい、コメントの、まず、うんうん、メールの送り方はですね、はい、ずっと下に流れてるんですけど、はい、この下に流れてるんですけど、ナスアンダーバーウェーブアットマークヤフー .co.jp、 こちらまで送りいただければメッセージ OK いたしますので。あ、そうなんですか。はい、はい、そして僕がそのメールをここで確認してるんです。実は、うん、はい、くるみからもう来てるはずなんだけど、はい、紹介できますよ。本当？はい、来てますか？はい、来てますよ。くるみがさっきのそのクッキー欲しいっていうクッキー欲しさにくるみがあれまだ来てないから。もう来てない。でも送ったって書いてあるんだよ。見てるよ、一応送ったよ。だってメール、メール、あれナスアンダーバーウェーブアットマークヤフー .co.jp ですよ、うん、はい、じゃあ皆さんもう一回そこに送ってください。はい、皆さん送ってください。で大須賀さんね、はい、僕もう何度かお会いしておりますが、はい、もうやっぱりね、素敵な歌声と間違いないギター適当に間違ってますけどね。いやそれが分からないように弾くところがプロかなと。 ありがとうございます、はい、褒められてるんだからいやもうだからまずは大須賀さんがどんな曲を歌ってるかって、はい、まずはみんなに聞いていただこうかなと思うんですよ、はい、そっから聞いてください、ね、ぜひね、うん、これかけていいんですか？もう大丈夫ですよ。はい、隣の群馬県の、はい、うん、すいません話してる途中で今娘から連絡が、はいはいはい、送ったよって言って、まあ、いやいや、まあいいや、群馬県の、今来ました、ね、今来ました、国にありがとう、はい、でじゃあクッキー持って帰りますこんな個人的なこと言ってていいの大丈夫です、大丈夫です、この番組何でも自由なんです。あ、そうですか、大丈夫です。じゃあこれから聞いていただく曲ですけども、はいはい、群馬県と埼玉県の県境を流れてるかで神奈川という川です。日光ジャンボ機の、はい、事故で有名な御巣鷹山から流れてる川なんですけど、はいはい、そこの伝説を聞いて、作った曲です。はい、ぜひじゃあ聞いていただきましょう。まずは神奈川という曲です。神奈川という曲でございます。髪をなびかせながら君はこのままあなたにどこまでもついていきたいと傷ついた胸の痛み洗い流すように戯れる君のその姿優しく映してくれたよね。洗い髪流れてどこへ行く時の流れ
のものじゃなかった。冷たい風に耐えきれず枯葉が一つ舞い落ちる。支えきれなかったこの僕を嘲笑うかのように開けましたので皆さん、聞いていただきましたのが大須賀秀樹さんで神奈川という。ありがとうございました。おおびっくりした。はい、まあ、そんなわけでですね、うん、なんとあの本当にプロなんですよ。あのもうね、そんな念押さなくてもいいです。あの年齢層はいろいろあると思うんですよ、大須賀さんのファンってね。 でも、うん、あのもう僕はすごいもう師匠と呼びたいぐらい本当に。俺は弟子は取らないぞ。それはね、あの 盗むしかないね我々は。ね、はい、くるみちゃんに言っちゃい、くるみちゃんに。そうで、そうメッセージが届いたんです。あ、届いた、はい、いきますか。じゃあちょっと一通だけまずね読みたいと思います。はい、娘のくるみですっていうメッセージが来ております。お花見は今年してないので何もないんですがメールしてみました。強いて言えば私の部屋から見える桜でお花見しました笑い。あと桜の花を持ってきて水入れたガラスに浮かべて楽しみました。あ、やったこのくらいしか言うことはありませんということで、なんと大須賀さんの娘さんからメッセージいただきました。お親子共演、はい、なのでこちらまず、はい、ありがとう、はい、くるみもらってくありがとう、はいはい、もうね、もう BGM いらないぐらいに始まってますけどね。あ、すごく綺麗な音です、はい、これちょっと一曲どうします、生でやってみますか。本当、うん、ね、あれこれ何やっていいの。いいですよ。おお、これ嬉しい。京都大原三千院恋に疲れた女が一人。雪にしおぜのすがきの帯が池の水面に揺れていた。京都全員恋に疲れた女が一人。京都都賀の高山寺恋に疲れた女が一人。島紬に綴れの帯が影を落とした石畳。京都都賀の高山寺恋に疲れた女が一人。
こんなにフルコーラスやらせてもらってよかったんですか。いやもう素敵な歌声ですね。途中でやめようと思ったんだけどやめられなくなっちゃってすいません。フルコーラスやらせて。素晴らしい。全国の皆さん、デュークエイセスよろしくお願いします。これなんなら世界に発信してます、はい、デュークエイセスは、ね、今年、ね、グループ結成61年目なんです。去年60年だったんです、ね、去年60年、そう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 、だから来年62年なんですよ。そうなんですね。来年は62年よろしくお願いします、はい、61年どうなんですか、うん、去年結構あのライブ、そうですね、60周年なんで、はい、感謝還暦っていうツアーをやって、はいはい、で今年はねまたそこから一歩出ようっていうんで、はい、新世界を目指してっていうタイトルでコンサートやります、はいはいはい、全国を全国回るわけですね、はいはい、もう始まってるんですか。それがね一番最初がね、今年の6月です。6月、うん、どこからスタートなんでしょう。6月のね上野の東京文化会館って、もう東京からスタートして、うん、北へ南へと、はい、そうですね。ああぜひぜひデューク SS 皆さんチェックしてください。あすごい素敵とかパチパチパチがもう拍手が来てます、はい、それどっから来るの。これはチャットっていうものがあって、はい、あのうちのホームページの下にチャットっていう欄があるんですけど、うんはい、そこから入って登録しないといけないんですけど、登録して入ってくれてる方がこうやって書き込みしてくれてるんですよ。本当、はい、ありがたい。そうなんですよ、はいはい、あの CD もねあるんですよね。CD もあります。はい、はいはい、あのたまたま今ないですけど、はい、今は持ってません。はい、そうですね。大須賀さんの CD もあるわけですね。僕の CD もあります、はい、さっきの神奈川キングレコードから出てます。出てますよね、はい、キングレコードですよ。ほらここにもあのアマチュアをこれからプロを目指すアマチュアがいるんですけど、はいはい、ね、キングレコード、はい、カラオケ入ってますよ、うん、俺歌うんだけども、はい、合わせるの難しくて、はい、いい曲だから、うん、歌ってみたいと思うんだけども、うん、じゃあユダさんはあの家でだけ練習してください。いやいやユダさん歌いますよ結構。あ、うん、ユダさん、ユダさんと僕カラオケ行ったことないですね。あるよ。あ、ないない僕はない。行かない方がいい。おっとそっちから入ってきた。おっと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 。さあここからバトルが始まるぞ。おっと。いやいやそれやめとユダトークはやめとこう。そんなあの大須賀さん、はい、あの本当今年ありがとうございます。また7月の28日にこちらに来ていただいて、はい、その日程で大丈夫なんですね。そうです、はい、ここで、はいはい、これはチケット販売しますもんね、はい、チケット販売するんで、はい、僕の番組でもまた告知しますから。あ、これこれ、ありがとうございます。わ、神奈川の CD もあります。こちらでございます。はい、はい、デュークエイセス、デュークエイセス、これはユニバーサルから出てます、はい、ユニバーサル、ユニバーサル、はい、すごい。で今度8月のライブの時には、はい、あのいつも僕一緒に来てるんですけども、玉木浩二っていう、はいはい、ギターと一緒に来ます。玉木さんも上手ですよね、うん、で今回ね、はい、まあ、一応もう言っていいと思うんですけど、はいはい、玉木の息子がですね、長男が今パーカッションやってるんですよ、はいはい、で多分あの息子も一緒に来てやると思います、はい、あの大菅さんそれ今初めて聞いたじゃないですか、うん、僕音響いろいろ考えないといけないです。そうだ ね、 うね、だから花本をね、はい、あのなんかピックアップするあれも自分で持ってくるらしいので、多分だから、まあ、あとマイク一本で小物が取れれば大丈夫。わかりました、了解です。はい、はい、あの業務連絡、OK、業務連絡 OK です。7月28日の音響僕がここで担当させていただきますので、ぜひあの皆さんチケット買っていただいて遊びに来ていただきたいなと思います。はい、7月28日に、
決定しておりますので、よろしくお願いします。切り干し大根持ってくれば僕おごりますから、うん、あ、そしたらあのドクター菊池が全部出してくれるそうなので、皆さんね、切り干し大根持ってきた人だけ全日本切り干し大根協会から広告をお送りします。先生は切り干し大根大好きなの？大好き。あ、大好きなんだ。おーおーおー、じゃあ切り干し大根持参の方はチケット無料で、無料で、無料、はい、持ってくれば。もう一つメールが来てるんで、はい、おお、この番組ですね、最初にこんばんなっすーっていうのがお約束になってまして、メッセージにですね、こんばんなっすーということで書いてあります。パールキッズのルータンさんからルータンいただいております。毎回メッセージを送ってくれる子なんです。いい、今度中学生になったんです。いい子だ、はい、中学生を、はい、鴨さん、君島さん、ルータン中学生になりました。おめでとう。桜だ、すごい。これからも頑張ります、うん、今日のテーマはお花見ですね。ルータンのママの実家の近くに小山城公園があります。うん、そこに毎年いとことお花見に行きます。うん、思い川か、思い川の土手にも思い川桜が咲いていて綺麗ですよ。ああ、小山だ、あの栃木 の、 あの小山の方だね、思い川ですね、はい、思い川、はい、今年も城山公園にお花見に行き、花よりもチョコバナナやあんず飴、じゃがバターを食べてました。あ、かっこ笑い、花より団子ですということで、あのね、はい、小山にはね、はい、あのキャラメル作ってる、森永のキャラメル作ってる工場、多分彼女知ってると思うんだけど、 あるね、ありますね、あるんだよね、あります、あるんだ、森永ですね、キョロちゃんが送ってきて、そう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 、あの小山の、うん、思い川のほとりですよ、多分彼女知ってると思う。あ、そうなんだ、これこの話したら多分ついでまたメール来るかもしれないそう、うん、あ、もう一つメール来てる、おー、続々メール来てます。これルータン、ルータンとりあえず1個ゲットね。イエーイ、懐かしいな、思い川ルータン、ね、ルータン、はい、随所さん、あ、随所さん、いつもありがとうございます。あのチャットで入ってる随所さんという方からメッセージいただきました、ありがとうございます。はい、お花見がテーマですが、今年は那須塩原周りの夜桜を旦那と息子と歩き回りました。あ、素敵だね、人妻、人妻です、人妻、素敵だね。くじでぼんぼりが落ちた烏ヶ森公園や、うん、近所の野木屋ポッポ通り、うんうん、大田原城址公園とか、夜桜ばかりでしたが、平日だったせいかまばらでした、うんうん、なんだこれまばらでした子供が小さい時はみんなで昼にお花見しましたが、今は忙しくて大人数でできなくなりましたね。にわかせんべいくださいということでねじゃあ随所さんに、じゃあ随所さんもゲットということで、ゲット、はい、早いもの勝ち、これね、早いもの勝ち、あと6個しかない、6個あるね、はい、ぜひぜひ皆さんどしどしメール送りいただきたいです。結構名所ってありますね、こうやって見ていくと、あるね、うん、栃木にもね、うん、もうだって思い川、うん、それから小山城市、うん、城山公園っていうのは大田原のこと？いや、小山の、小山じゃないかな、小山の方、城山公園、俺は小山城山公園ってあるんだ、いや僕も聞いたことないけど、うん、でここら辺だと烏ヶ森、烏ヶ森だね、うん、ポッポ通りも結構桜咲いてるんだね、咲いてますね、ポッポ通りって、あのね、いや、な、あ、ごめん、何を隠そうね、はいはい、私の親父もあの栃木県出身なんですよ。あ、おー、で、あの親父の出身の近くにね、はい、もあのでも、向こうに近い方なんですけど、向こうって言ってもかんない、はい、向こう、向こう群馬の方ですかねあのね、大平さんっていうの、あ、大平さん、大平さんも桜の名所ですよ、大平さん、もう山全部桜ですね、そうそうそう、団子うまい、あ、団子うまいし、団子うまい、あとね、あとね、卵焼きに、大根おろしが乗ってる、あそこ上で食べられるんですよね、そうそうそう、美味しいです、美味しいです。それで昔ね、あそこにね、小さい遊園地があってね、玉投げて鬼がうーあー懐かしい、あったね、ここバーンってあった、はい、あれがあったの、ここに丸いのがあったんですよね、そうそうそう、はいはい、あれがあったんですか、まだあるかな、まだあるかもしれない、もしかしたらまだあるかもしれない。一回あそこは収録しに行ったことがあって、うん、本当、はい、ボツになりましたけども、なんであのお店とかが全部 NG 出たんで、うん、ダメで、あ、何と撮ってくれるのってこと、あの、いや、あのちょっとそれの出すんだったら、うん、あのちょっとただじゃねえんだから、はい、そうなんだ、なんかね、そんなのがちょっとある店舗で ありまして、どこの店とは言えないんですけど、うん、なんかちょっとその流れで、はい、なんかだんだん僕の
こう気持ちも小さくなっちゃって本当、ね、今もだんだんちょっと声が小さくなってくるあでもまあ大平さんいいとこですから、はいはいはい、ね大平、ね、さんいいとこ本当いいとこすごい 今頃行ったらもうすごいいい時だよね、うん、多分そう思わないですそうですよね、うん、山全部桜ですもん、うん、で眺めもいいしね大学生のデートスポットそうそうそう、うん、あらそうなんですかそうなんですよあそこちょっと待って大学生限定いやいやいやそんなこと我々でもいいんですけどそれは番組の後に後にわかりましたわかりましたはい、はい、随所さんありがとうございます、はい、ありがとうございますでも夜桜っていうのもなかなかいいもんですよね、うん、僕黒磯公園よくタイラーメンっていうのが今割と話題になってるんですよ、うん、黒磯公園に春になると、うん、タイラーメンっていう屋台が出るんですけど、うん、フォーなのかなあれはね。何ですかねあれね。米で作った麺だよね多分ね。うんうん、それをベトナムの、はい、ベトナムの、うんはいはい、あれを出してるお店があってもう行列できるんです昼に。フォー。でそこに行って僕は大盛りって言って頼むんですけど、みんな500円の普通盛りしかないと思ってるんですけど、実は頼むと大盛りとかパクチー乗ってないんですけどパクチーお願いって言うと乗せてくれる。へえ。裏技ですこれ。はい。よかったら黒磯公園行ってタイラーメン食べるときは大盛りパクチーのせ、パクチーのせ、はい、お願いすると本場の味になります、はい、ぜひご利用いただければライムとかかけるとまた美味しいんだよね、うん、あそうですね、うん、酸っぱみがあるんですよそれが甘酸っぱいお酢 の,、うんうん、あれがあるんですよ、うん、でそれも自分でかけ放題、ね、ありますね、ね、そうそう、いいですね、ね、随所さんが、うん、と学校が小山だったので知ってます学校の近くにキョロちゃんはいますって書いてある。あ、やっぱりね。そうそう。わかる。わかる。わかる。僕も大学そこの近くだった。なるほど、あの辺りなんですね。あの辺りです、ね。あの辺りなんですね。わ、ね、かった。なんとなく場所わかった。思い川ってなんか有名なの？思い川有名ですよ。有名なんですか？思い川の温泉があって、はい、今アウトレットがができて、はいはい、温泉があってその近くで温泉入りながら桜見れるんですよ。いいですよ。いいですね。いいですよ。先生そんなところに行ってたの？そんなところに学生時代は。誰と？だって温泉はラグビー部の部活。あ、そっか。あれラグビー部の後輩いないですね。後輩ね、後輩ちょっと外で酒飲んでるわ。だってね、チームあるからよかったら宣伝してもらってもいいのにね。ああそうですね。ね応援してほしいですよね。今ラグビーまさに盛り上がってますよね。はい。ぜひまだねメール募集してますからね。まだ6個残ってるからね。6個これね全然ありますよ。はい、もう大須賀さんは住所いらなかったからね。っていうか俺は持って帰るから。持って帰るんですね。送るまでもね。はい、これ番組終わって余ってたらこれごと持ってってください。ありがとうございます。お面付きになるんで。ありがとうございます。そうだってメール来ないなもんみんなね。あ、すげえ来た。やばい。やばい。すげえ来た。ちょっと待って残しといてよ残しといてよ。すげえ来た。うちまだねあと2人子供いるんで。はい、あそうですね。うん、残しといて残しといて。もう一回くるみちゃんもう一つ来てもらえば。くるみ弟の分も。長野ですっていう誰だろうね。長野。長野さん。ありがとう。知らない。誰だろう。俺も知ってる長野。サトル。サトルじゃない。あ、誰？なるほどね。栃木は桜の花が満開です。はい。はい、昨年訪問看護を立ち上げ、今日は2回目のお花見会。会社は皆さんのおかげで大きく飛躍しています。桜の花は変わらないけど、大きく変わっていく訪問看護。これからもよろしくお願いしますということでメッセージしてあげました。誰ですか長野って。長野って誰でしょうね。僕の知ってる長野は悟くんだけど。訪問看護立ち上げた長野さん。訪問看護ご指さん送った？長野さんでしょ。長野さんが送ったね。あ、長野ね。そういうことね。でもね長野さんね住所がないんだよね。いやーこれはねなかなか捉えどころがないですね。あーなるほど。でも長野さん頑張ってるんでしょうね。でも長野さんのアドレス僕のところに入ってたんで、うん、じゃあ一個ゲットで。イエーイ。はい、こちらから後で返信します。返信します。そしてすげえよ、いっぱい立て続けに来てるよ。本当皆さんのメールで出来上がってますからね。こんばんなっす。こんばんなっす。はい、訪問看護ステーションなすです。ありがとう。誰ただいまお花見真っ最中かっこ笑い。今日お花見をお土産をいただいたのですが、いろはにほほほ、うん、こちらもほほほで笑いが止まりません。楽しいお土産ありがとうございました。那須診療所とともに
看護ステーションナスもよろしくお願いしますということでメッセージいただきました。じゃあゲット。もう現地なんで、現地なんでまた1個ゲット。ね、すみません、ね、はい、うちうちで申し訳ありませんでした。いや、助かります。助かります。おめでとうございます。番組的には助かります。はい。はい。カモン君。はいはい。あと何個残ってる？あとね、気になるの。あと3個か。3個か。あと3個残りか。ね、ルータンからまたメッセージしルータン。ルータン、頑張れ。城山公園は、小山城が昔あった跡地の公園です。うんうん、あと、森永の工場はあります。工場の前には大きなキロちゃんがいますよということをメッセージしてありました。やっぱりルータン知ってたんだね、うん、そうするとね2個目、ルータンね2個目ゲットにするかこれだからね、いいルータン、ルータンよし、ルータンね中学生になったし、うん、よし、はい、もう1個ゲット、うん、これなんだすげえな、面白いな、案外これ人気あんだ ね、これ箱だけでも面白いよね、ルータン持ちしたらうちおいで、はい、まあだんだんもうね52分ですからね、はい、ぜひね、もう一曲ぐらいやって終わりにしたいなと思うんですよ、ほうほう、時間的に、うん、はい、で7月28日の告知もここのドンが最後にやるんで、うん、はい、うわこれは贅沢だ、もう音っちゃう、音狂いますね、これ夏のライブのテーマ曲に去年作ったんだけど、いつもあの人に会うと言葉が詰まってしまいます、挙句の果てには心にもないことばかりを話しちゃう、BG にするから、はい、まあ、そんなわけで今日はですね、あ、全然厳しい、今日喋ってないね、いやもうだからね、これ超面白かったからまたここからやりましょう、でナスウェブとしてはもっと番組増やしたいんですよ、なのでこういう感のドンのスポンサーでこれから番組やっていきたいなと思うんですよ、司会は僕じゃなくてもいいんで、可愛い池田さんとかねいますから、ぜひね今度それやってきたいなと思うんですよ、どうですか、はい、アプローチしてくれればもうじゃあやりましょう、ここから特番、特番ってか月1ぐらいでいろんな発信できるじゃないですか、だからやっていきましょう、だいたい飲み会しながらになると思うんですけどね、はい、まあそんなわけでね僕は生 BGM バックにやるの初めてだからね、目が試されますか、ね、君っちょの声全然拾ってないけどねまあね、はい、こんな素敵なアーティスト大菅さんがですね7月の28日にここ宝友館という場所で、場所はどう説明したいんだろう、クロイストバイパスのデルデルっていうパチンコ屋さんの向かい側入ってきたところですよね、そこでやりますので、ぜひ皆さんも遊びに来ていただいて、みんなでつながっていきたいなと思います、うん、つながっていくことこそ楽しいことじゃないですか、楽しいことやってつながっていったらもう本当面白いと思うんで、ネットラジオもそうなんですよ、全部点と点をつないでいこうと思って始めたことなので、ぜひいろんな方に絡んでいただいてやっていきたいなと思います、なんかすごいこの流れってなんか俺 NHK みたいな感じで是非ね、あと5分ありますからね、うん、是非最後に皆さんに今後の活動とか告知をしてもらいたいなと思うんですよ、はい、順番に先生からいきますか、はい、切り干し大根の話ばかりしたんですが私はひじきの煮物も好きですんで、はい、
あのそちらの方もぜひよろしくお願いいたします。あの切り干しでもひじきでも持ってくれば、あの私ちゃんと相談乗りますんでよろしくお願いいたします。はい、ぜひぜひあの訪問、あの在宅医療というのをね、あのしていただきたいなと思います。はい、はい、海外半分なんですけども、はい、一番ふるさと幸せなそのこの地だと思ってますの で、はい、で海外に行ってる間のサポートっていう皆さんのはできますので、はい、地球は一つ、はい、それをでは一番はこのふるさと那須と思ってますので、はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして大須賀さん、今後の予定とか告知をもう一度。はい、はい、デュークエイセス今年61周年目新世界目指してっていうコンサートが、はい、6月の23日だったかな、違ってたらごめんなさい。それはもうねホームページで調べていただいて、東京文化会館であります、はい、ぜひ来てください。はい、それからあ7月28日だっけ、はい、7月28日はここで、ね、野外ライブやります。野外ライブやります、はい、ぜひ皆さん来てください、はい、豪華メンバーでお送りしますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。はい、チャットの方でですね、贅沢 BGM、 それから在宅医療頑張ってくださいというメッセージいただいております。はい、はい、ぜひね、あの僕ら結構いつもふざけた話ばっかりしてるんですよ、まあ、くだらない話ばっかりしてるんで、たまにはあの地域でどういうことで頑張ってる人がいるかとか、そういうのも取り上げていきたいなと思うんで、ぜひその時にはあの那須ステ看護ステーション、あ違うな、看護ステーション那須、ん、訪問看護ステーション那須もですね、皆さんに出ていただいてやりますからね、よろしくお願いします。はい、まあそんなわけでですね、番組ももう終わりとなりますので、このまま大須賀さんの曲が終わったところで番組も終了したいと思います。はい、はい、贅沢です。この番組かなり贅沢でございます。今日は愛の花束抱いて、メッセージが届いたので読んじゃいましょう。ジョーカーから届いております。昨夜はお疲れ様でした。なんだか今夜も盛り上がってますね。さて花見ということですが、昨年は抱っこで、今年はよちよち歩きのマナ娘を連れて隣町の公園へ行ってきました。満開の桜よりもそんなマナ娘の成長にただただ胸がいっぱいでした。レアイネはきっと走り回っているのかと思うと、今から楽しみで仕方ないです。というわけでにわかせんべいください。なんなら来週末に手渡しでも、ということでやったー。抱えて行きましょう。最後に一通読まなきゃいけないと思います。妹のくるみです。娘だよ。あ、そうだ、娘のくるみです。弟二人分のメールしに来ました。こんばんなっす。今か去年のお花見を思い出していました。去年は家族と一緒に川越の方にお花見に行きました。行った桜はすごく綺麗でしたが、もう、ね、来たいに行った。来たいで場所があるんですね。来たいっていうね、お寺。来たい、あー、桜はすごく綺麗でしたが、寒すぎてお花見どころではありませんでした。今日はもっと寒いよ。今日もっと寒いですね、こっちは。でも屋台でおでんとか食べて温まりました、ということでメッセージいただきました。おめでとう。それではカモユーソの優しい一言、また来週、この後も来てる皆さん素敵な夜を、バイバイ。決まり。